ICANN はインターネットの名前空間に関するいくつかのデータベースの維持管理と方法論の調整、ひいてはネットワークの安定的かつセキュアな運用の確保に責任を負う非営利団体であり、インターニックの後ろ身として1998年に設立された。2016年に民営化。わかりやすいところでは ICANN の大部分の作業は、 インターネットの地球規模の DNS に関するものであり、DNS システムの国際化についてのポリシー策定、新しい一般的な TLD の導入、ルートネームサーバーの運用を含む。ICANN が管理する裁判設備には IPv4 と IPv6 用のインターネットプロトコルアドレス空間と地域インターネットレジストラへのアドレスブロックの指定が含まれる。 ICANN はインターネットプロトコル識別紙のレジストリも維持管理している。ICANN は IANA との役割分担契約に従って中央インターネットアドレスプールと DNS ルートレジストリの実際の技術的な維持、管理活動を行う。運用の主要原則がインターネットの運用上の安定性確保を支援するものとして記述された。 年に数回のパブリックミーティングが行われており、日本では2000年に横浜、2019年に神戸で開催されたインターネットの3つの識別子の割り振り割り当てを全世界的かつ一位に行うシステムの調整 DNS、ルートサーバシステムの運用及び展開の調整、これらの技術的業務に関連するポリシー策定の調整、ありがとうございます。